はい、あんなに言ってたのに編集してないおでんジャパンです。ということで今回もモンハンワールドアイスボーンの方をやっていきたいと思います。アイスボーン編パート2でございます。ということで、まあ、全体で言ったらなんぼや28ぐらいになってんかな。やっていきたいと思います。今回の任務がですね、右上に書いてる渡りの射手地を探索し安全を確保するということで、まあとりあえず探索の方ですね、行きたいと思います。の前に、まあやっぱりね、出かける前にははい、お食事が必要ということで、おばあちゃん、おばあちゃんちょっとね、もう挨拶済ませちゃったんやけど、おやおや、ご飯早速食べてってちょうだいね。優しい、あったかい、マジでマジでここね、一回行きたいよね。これ見てよ、このでっけえ鍋。でっけえ鍋でこれ何作ってんのね、ビーフシチュー的な。最高よな。ちょ、マジ。マジ、最高やな。ほんまに行ってみたいよね、これ。これ食ってみたいよね、これ。あったかすぎる。うい平和平和。うわ、もうこのね、ちょっともうボロって崩れそうなぐらい煮込まれてるこの肉を、柔らかそう、うまそう。これはね、もうパワー100倍出ちゃうよ。今回の任務は物資輸送経路の安全確保です。ちょっと待って、なんかもうキャンプちゃうねんけど。はい、ちゅうわけでお前毎回ふざけてんなこいつ。そうなんですよ、今回ね、この物資セリエナに、まあ物資をね届けるための、安全確保ということでやっていくんですけども、このねお猿さんたちかわいいよね。ペンギンもいて、なんか服着てるみたいな。鳥肌がすげえ、鳥肌がすげえ。下登りや岩場登りは結構得意なんです。でも服は着た方がいいと思うな。そうですか。おばさまはロッククライミングの達人なんですよ。ふい、最初に大峡谷越えを成功させたのもおばさまなんだとか。ちゅうわけでですね、まあ、ちょっとマップが伸びたんかな。前回はこのマップのね下半分を行ってたんですけども、今回はむしろあれやね、なんか下に行けなさそうやね、なんか。まあ後で繋がるんやろうけど、あんたはそっちから降りて、俺ジャンピング、あ、こうやった、よし。アステラからね物資届けるんやけども、まあ安全確保しとかなね、あのたどり着く前にコッパみじんジャパンになっちゃうということで、今回は、まだ行ってない場所をね調査するんですけども、出てくるモンスターに、お、痕跡ある？そうなんですよ。あの、前回のね、最後にバフバローの装備作っときたいって言ってたんやけど、今回こそね、無理かな。先に続いていますね、今回こそ戦われへんかな。できればそう、あいつをね、メインにしたいんですけど、今回。バフバフちゃんおらへんかな。あー、なんかここら辺で、あの、アンジェナフワシとかさ、ねえ、カンナちゃんと戦った気がする。覚え、思い出がありますわ。こんなところに温泉がある。温泉あるね、最高。あ、そういえばホットドリンク飲んでなかった、ちょうどいいわ。強さそう。入ったら二度と出られなくなるかも。ハンター入っちゃいました。古い掘り出された後、うわ、これやっぱバフバフちゃんちゃん、道が塞がっていますね。道塞がってたんすよ、ほんま。裏で探索しよう思ってたのに。の主の仕業でしょうか。あー、この木ね。あ、ムービー入った。逆に今回どうやって入ったんやろね、こっちか。
お前ほんまかっこふざけてるよな。あ、プケプケのカバン。来る？俺が今一番戦いたいモンスター来る？うわ、めっちゃ震えてるコントローラー。来た。バフバフちゃん来た。君の防具が欲しいんよ。猛牛竜、バフバフちゃん。なんか竜属性弱点やから、イビルジョーなりでもよかったで。このままでは。オッケー。ちゅうわけで、まずはぶっ飛ばしていきましょう。ねえ。おぎー。んでもって。あ、ちょっと。まずは切っつけ。あ、そういくのがよかったな。あ、なんか、あーせやった裏で、ドス切れ味、ちょっと、ドス切れ味のイベクに行ってから、隠れ身の装備になってた。強打の装備なかった。この雪崩使えんかな。あー、逆か。まあいいや。結構楽しんで。おぎ。よし、あ、来るぞ。こんな技知らんかった。こんなギミックあるんやで。ああ。待って、あ、地面、ごと行ったんやけど。えぐえぐえぐ。ごと行かれた。ことに行かれた。死ぬ死ぬ死ぬ。えぐすぎる。あぶな。えげつないぞ、このトリック。トリックというギミック。見失ってんもこの子。わけわからんなってる。すげえ。オッケー、不動の装備来てたから大声大丈夫やで。まあ、一旦磨いとこう。これ1回でいけちゃうよね。しかも何回も使える。最高。まあ、確率で壊れるんですけどね。切れ味の上ヒル。待ってよ。あ、ブラントースを。今まで怒ってるね。あ、てか、木以外もこんな風にやってくるよね。モンハンナウでさ、もう遠くにね、慣れすぎてたんだけど。やばい、やめて。おお、まだ来るか。ナイス、おとも。ダブして構えといて。当てへんのかーい。ポケ乗っていく。ちょっとあれやな、スタミナだいぶ少ないな。傷つけとこうか。よしよしよし。当てへんのかい。当てへんのかい。全然攻撃してこい。ほいなあ。全然カウンター食らってさせてくれる。オーケー。どっかぶっ壊れました。いいダメージ入んねえ、ほんま。
結構この障害物設置してくんだよね。あ、それであの倒木もね、道の真ん中に置いたんか、お前。あんなピンポイントで。オッケー。こんな暴れやすい。ハハハハ、貫かれた。グラントロスに。せやけど俺はお前の攻撃、お前への攻撃をやめるつもりやねんからね、バカロックな。うわ、来た、トム君。これのね、ダメージがえげつないんですよ、ほんまに。ぶっ壊れてるもん、ちで。もう一丁乗っていく。えげつな、めちゃめちゃスタミナ。ゴリ押しゴリ押し。あ、いけたいけたわ。あ、まだいける。ゴリ押しゴリ押し。音も眠らした、ナイス。どうやろな、まあ普通にシンプルに攻撃でいいか。よいしょ。叫ぶよ。叫ばんのかい。やばいかも。 OK。あ、全然怒らない。まさか、あ、できるわ。全然怒ってまへんわ。キルチロー。あ、弱ってるよ。バフバフちゃん待ってよ。で、まあこの子を捕獲した後もちょっとね、周りの他のサブキャンね、探しに行こう。楽しいな。なんかさ、ホットドリンクのマークの横にさ、なんか変な縦のマークついてる。何これ。これ、バフバフちゃん、ここまで来ちゃった。ごめん、ついてきちゃった。よいしょ。はい。というわけで戻るんですけども、あ、まだ行かれへんところ結構あるみたいだね、これ。でもさ、こんだけ行けたらさ、なんかね、どっかしらありそうやけどね。あ、ここら辺なかった、サブキャン。あったよね、絶対。お、ベリオッチャンおんねんけど。ベリオッチャンや。キャンプを作れそうですね。オッケーオッケーオッケー、サブキャン見っけといて。調査支援管理所に相談してみましょうか。ビリオッチャン、ちょっと尻尾ちょん切るぐらいやってみる。お、ようやくなった。おお、登らしてくれた。ナイス、こいつ。見た今の。ちょ、これはカットせえへんからで、ね、めっちゃおもろいの撮れたんやけど。登っちゃった。カウンタークローじゃなくて普通に。
渡りのいて地の安全確保という任務を見事に果たしたハンター、無事へ新たな拠点であるセリエナの運営が本格的に始まるのだった。それはあっちよ、よろしくね。かわいい。あ、いっぱい荷物運んでんね。すごいな、本文めちゃくちゃ作り込まれてるよな。よく来た。お前は早く着替えろ。よ、愛も変わらぬいい働きだったな。怪我はなかったか。よくやってくれた。これで本格的に調査を行える。うん、総司令かっこいい。総司令マジかっこいい。しかし驚いたよ、こんなに寒い場所があったのか。うん、この地に何が待ち受けているかはわからない。リーダーもだいぶ露出してる。今回も我々ならなせるはずだ。さて、私はアステラに戻る。あ、戻るんや。そうなんだ。向こうを開けるわけにはいかないからな。うん、今回の調査だが、お前指揮を取る気はないの？おっと、俺が？こっちの総司令。やめとくよ、向いてない。はいはいはい、じいちゃんがいるんだからこのままで問題ないだろう。それに総司令なんてやれと言われてやるもんじゃないしな。まあいい、だがここを守る者がいないと話にならん。お前は残って皆をまとめろ。強制。了解。総司令ってポジションは言えん。よし、始めよう。こっちも大所帯になったし、レイゲーナの調査も本格始動だ。でもまとめてねえ、リーダー君よ。その前に顔合わせをしようか。はい。調査班にはまだ紹介してなかったからな。顔合わせ。まず物資補給所の担当はしっかり者の彼だ。はい、まあ、補給所やから、まあ雑貨屋みたいな感じだよね。アイテムもらうとこ。よろしく。よろしく。マカレンキーはこちらのばあちゃん先生に。ばあちゃん先生、任せて。任せて。彼が公益船の管理めちゃ役に立つからな。そして植生研究所とのやり取りを担当してくれることになった。おうほうほうほう、頑張りますよ。お願いします。そしてこちらが料理長。最高、ばあちゃん最高。なんとアステラの料理長のお師匠様だ。え、師匠なんや。一度国に帰られていたけど今回のために戻ってくださったでもあっちの料理長葉っぱ乗せるだけやったもんな。得意料理はゴーヤちゃんとシチューよ。最高です。調査資源管理所は引き続き私に任せてね。うんうん、もちろん加工屋もブグ屋もあるぞ。そしてなんと所長先生もこちら。所長先生もこちらに。あれか、関西弁のおっちゃんな。知りたいことのためならどこまでも行くんや。どこまでも行くんや。そして俺がみんなを守る役目を言いつかった。精一杯やるよ、よろしくな。よろしく。さて、俺たちの目標ははっきりしている。やり投げ。レイゲーナの大軍が海を渡った原因を調査することだ。うん。そのためには何よりもレイゲーナを探し出さないとな。なぜギエナちゃんは渡ったんですかってね。第一歩として調査班は渡りのいて地の探索を行ってくれ。はいよ。探索しつつレイゲーナの痕跡を追えば手がかりが出てくるかもしれない。まだ行かれへんエリアがあったもんね。ただしここが見知らぬ土地だってことを忘れんなよ。無茶したら俺が怒るからな。はい。はい、渡りのいて地へ探索に出てみます。うん、まだまだ進めるとこあるね。編集が編集ができません。楽しすぎやなこのゲーム。私もいて地の調査に出るわ。いろいろと気になることもあるし。おばさんは浮遊しよう。わかりました。いつも通り定期的に安全を知らせてください。よし、こんなところだな。それじゃあみんな無事戻ってこよう。よし。はい、ちゅうわけでですね、レイゲーナの行方がわかるかもしれません。まだまだ探索しろって感じになってるんですけども、まあ、今回もねこの辺で終わりたいと思います。防具ね、バフバフちゃんの
あ、ベリオも解放されてるね、さっき倒したから。まあでもいらんかな。あ、挑戦者とかあるやん。アークロック。なんか作りやすそうやね。あ、これ見てほら。攻めの姿勢。で、あるんすよ、これが。まあ、ここ3つやな。ここ3つ作ろう。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。やばいよ、もう録画時間、この今のこの録画時間で54分ということでね。はい、ありがとうございました。いやー、ほんまに楽しいこのゲーム。